芝又大釈天、または大赦天大教寺は、東京都葛飾区芝又七丁目にある日蓮宗の寺院の通称である。正式名称は、京阪山大教寺である。旧本山は大本山中山北家教寺、親子法苑。なお、大釈天とは、本来の意味では、仏教の守護神である天部の一つを指すが、地元では大教寺の略称として、用られることも多い。 江戸時代初期の寛永6年に、全内院美中及び大教院日英という2名の僧によって改装された日蓮習寺院である、18世紀末、旧正住職の日、高氏の頃から、当時の帝釈天が信仰を集めるようになり、柴又定釈天として知られるようになった。大釈天の縁日は、更新の日とされ、更新信仰とも関連して、多くの参経人を集めるようになった。 近代以降も、夏目漱石の、悲願すぎまでをはじめ、多くの文芸作品に登場し、東京近郊の名所として扱われた。20世紀後半以降は、人気映画シリーズ、男は辛いよの厚み清志演じる、主人公、車虎次郎ゆかりの寺として知られるようになる。年始や、更新の日は、非常に賑にわい、映画、男は辛いよシリーズ制作後は、 都内の定番観光名所となり、観光バスの団体客が大勢訪れたこともある。柴又定食店の通称でもっぱら呼ばれるが、当時の日蓮修人員としての本尊は、退食店ではなく、退食堂の隣の祖師堂に安置する大曼荼羅である。また、当時が柴又七福人のうちの美写門店にあたることから、退食店イコール美写門店と解説する資料が参見されるが、 大社天と美車門天はその起源を全く異にする、別々の御事格であり、柴又七福神の美車門天は、大社天の脇に安置される、多門隆を指すと返される。柴又大社天には、室町時代の観音菩薩座像が伝来する。銅像、一句。造高は120.0センチメートル。背中面用部には、名文があり、終わり国会。 西郷立島在住の人物を元子とし、大宮司、親時が関わり増留されたことが判明する。また、江戸時代後期の飼いの国史では、室町時代の明王2年に、富士山頂の東祭の河原に奉納された、十一面観音の,の鉄像の存在を記し、見事格は異なるものの、本像の名分と一致することから、同一の像である可能性が考えられている。明治維新後には、 神仏分離令による廃仏希釈の影響で、富士山周辺の仏像も、破却や山内からの移転された。本像も、同様に村山へ下ろされ、本寺である、柴又大釈天に移り座されたと言われ、富士山麓の砂地を引き下ろした際のすり傷も確認される。縁起によれば、大教寺の創建は、江戸時代初期の寛永六年で、海山は、 中山北家教授19世の全内日、中とされている。なお、寺の説明によれば、実際に寺を開いたのは非、ただしの弟子にあたる大教員日英であるとされる。本堂右手にある、釈迦堂に、日英の木造が安置されていることからも、この日英という層が、実質的な解散であると思われる。大教寺の中高の外されているのが旧世住職の、トール定院比、高志という層であり、 彼は一時行方不明になっていた大借天の板本尊を再発見した人物であるとされている。日、高市自ら記した演起によれば、この寺には、周祖日蓮が自ら刻んだという伝承のある大借天の板本尊があったが、長年所在不明になっていた。それが、日、高市の時代に本堂の修理を行ったところ、胸着の上から発見されたという。 この板本尊は片面に南無妙法蓮華行の題目と、北家行薬王品の養分。片面には右手に剣を持った大尺天像を表したもので、これが発見されたのが安永8年の更新の日であったことから、60日に一度の更新の日が縁日となった。それから4年ほど経った天明3年、日高氏は自ら板本尊を背負って江戸の町を歩き、 天明の大飢饉に苦しむ人々に拝ませたところ、不思議な貢献があったため、芝又大釈店への信仰が広まっていったという。芝又大釈店が除名になり、門前町が形成されるのもこの時代からと思われる。近隣に数軒ある川魚料理の老舗も、おおむねこの頃の創業を伝えている。形成電鉄芝又駅前から山道が伸びている。山道の両側には、 名物の草団子や塩せんべいを売る店、老舗の川魚料理店などが軒を連ねている。山道の突き当たりに二天門が立ち、正面に大尺堂、右に祖師堂、その右手前に釈迦堂、本堂裏手に大客殿などが立つ。境内はさほど広くなく、建物は大部分が明治以降の建築である。二天門、大尺堂などは彩色を施さない、 素木像のため一見地味に見えるが、細部には、精巧な装飾彫刻が施されている。二天文明治二十九年の混流、入りもや造り瓦原吹きの楼門で、屋根には、東波布と千鳥波布を付す。中上の抜きなどには、浮き彫りの装飾彫刻を施す。初層左右には四天皇のうちの増長天をおよび、項目天の二天を安置し、門の名はこれに由来する。二天像は、 平安時代の作とされ、門の根粒寺に、同じ日練習の妙国寺から寄贈されたものである。大尺堂に天文を入った、境内正面に位置する。手前の拝殿遠くの内殿からなり、共に入りも屋造り瓦葺きで、拝殿屋根には、東博と大ぶりの千鳥ハフを付す。内殿は大正4年、拝殿は昭和4年の完成。内殿には、大尺天の板本尊を安置し、 左右に四天皇の内の持国天と多門隆史を安置する、内戸の外側には前面に浮き彫りの装飾彫刻が施されている。彫刻ギャラリー、彫刻ギャラリー大尺島内での外部は東、北、西の前面が装飾彫刻で覆われており、中でも同派目板のホッケ行説話の浮き彫り10面が著名である。これはホッケ行に説かれる代表的な説話10話を選び、 四角化したもので、大正11年から昭和9年にかけて、加藤虎之助ら10人の彫刻師が一面ずつ、分担制作した。この羽目板の髪型には十二種と、天神、下方には千羽鶴が表され、高欄より、下の部分には花鳥及び亀を浮き彫りで表す。これらの彫刻を保護するため、内殿は建物ごとガラスの壁で覆われ、見学者用の通路を設け、 彫刻ギャラリーと称して一般公開している藤親土器が旦那となり奉納された観音菩薩像であり、元は富士山頂に位置した下山仏である祖師堂を大石堂の向かって右に立つ大石堂と同様、入りもや作りの拝殿と内殿が前後に並んで立つ。こちらが日蓮習人員としての本来の本堂であり、本尊は大曼荼である。 釈迦堂江戸時代末期に建立された、寺内最古の建築であり、奈良時代作という釈迦如来立像と、海山日英、中高のそび系の木造を安置する、大客伝本堂を裏に位置する、昭和4年の完成で、入りもや作り瓦葺吹き、平屋建ての左右に細長い建築である、東京都の選定歴史的建造物になっている、座敷四室を左右1列に廃止、 これらの手前には庭に面し、ガラス障子を立て込んだ廊下がある。座敷のうち最も奥に位置する、頂き業の間の南天の床柱は、日本一のものと言われ、直径30センチ、滋賀県の伊吹山にあった、樹齢約1500年の南天の自然木を使用したものである。水景園大客伝前に広がる、地泉式庭園で、昭和40年、向島の庭師、 長い落山の設計による、庭園への立ち入りは禁止されているが、周囲に設けられた屋根付きの廊下から見ることができる。富士山から進行と、芸術マイナス P203 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 鈴木近藤高橋 P80 富士山から進行と芸術マイナス P203 鈴木近藤高橋 P80 富士山から進行と芸術マイナス P203 ありがとうございます